準備が整えて、グルービーサンバーダ。Your love, find a way to keep so fine, bright as summer, baby. Ooh-ha-ha-ooh. Your love, find a way to keep so fine, bright as summer, baby.
さんこんにちは、グルービーサンバンドと申します。私たちは東京です。東京でですね、活動してます。オリジナルをオリジナル曲を、ね、演奏するバンドなので、ほとんどの皆様が本日は初めて聴く曲ばかりかと思うんですけれども、1曲目に演奏した曲がサマーブライトショートバージョン、そしてシャイニングボーイという曲をお届けしました。次の曲がですね、皆様の前で演奏させていただくのが本邦初公開なので、ちょっとドキドキしてますけれどもね、はい、ね。フラッグという、私たちにとっては新しい曲なんですけども、ぜひ聴いてください。
曲と、花びらは風に揺られてという、曲を聴いていただきました。で次の曲が最後になるんですけれども、全部オリジナルの曲だったんですけど楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それでは最後に、スパークリングサマーというちょっとノリのいい曲があるのでぜひ皆様も、ね、ノリノリで、聴いていただけると嬉しいです。聴いてください。
ボーカルはグルービーでした。ありがとうございました。とても喜んだと思いますけれども、グルービーサンバードの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お話ではお話をちょっと、はい、代表松本さん、松本さん、はい、そうです。松本かおるさん、かおるさんですか。かおるさんです。フルネームで、フルネームでちょっと恥ずかしいです、はい、すごいですね。全部オリジナルということで、どなたが書かれてるんですか、曲を。あれ入ってない。曲は主に私が書いていまして、あとベースの彼も、作曲をするんですけれども、今日の1曲目はベースの彼が書いた曲で、それ以降は私の書いた曲なんですけども、作詞はメンバーの中で いろいろみんなが作詞できるんですか、はい、すごいですね。なんか才能のある人の集まりなんですね皆さんすごいんです曲ってどういう時にできるんですか。曲は普段こう生活している中でひらめいて、それを iPhone とかそういうのに今はちょっとフレーズを録音してます。なんかよくこう降りてくるとかいう人がいるじゃないですか、作曲する人。私は全然作曲ができないので、そういう感覚がよくわからないんですけどぜひ教えていただきたいなとか思うんですけどね。そうですね、はい、多分降りてくると思います。そうですか、でどんな、なんか何でしょう、メッセージとかどんな曲を作りたいっていうか、まあ、歌詞の内容も含めてなんですけども、そうあるんですか、なんかこう、まあ、毎回例えばテーマを決めて、こんな感じの曲がいい作ろうかなと思っていても、できない時もあるしできる時もあるし、あ、はい、本当にひらめいたそのワンフレーズから世界観を広げていくということもありますし、はい、今日最近のテーマは何だったんですか。あ、一番新しいのですか。一番新しいテーマは何で曲作られたんですか一番新しいのはちょっとラテンテイストで曲を作りたいなと思ったのがまずお最初だったんですけれども、こちらもラテン系の、ね、バンドが今年すごい多くて、そうですよ ね、多くて、はい、まあ、にわかラテンな感じで本当に申し訳なかったんですけれども、全然一生懸命やりました、はい、あ、そうなんです。去年から2回目の出演で、はい、去年は上の方のテラスでもうちょっとちっちゃいステージだったんですけども、とても審査というか関係者に、認められまして、ぜひこの大きいステージの方がいいんじゃないか、この方々はということで、今年はメインステージの方の出演となりましたので、もう本当事務局おすすめで、鳴り物入りでメインステージ、ね、歌っていただきましたので、本当にありがたいことです。本当にありがとうございます。素晴らしい方です。お客様も暑い中本当にありがとうございました。なんか天気もどうにか持って待って、ね、よかったですね、はい、ぜひまた来年ね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。
すいません、ちょっと落とし物、これは何でしょうか。これはドラムのチューニングキーですね。ドラムのチューニングキーは、こちらというよりは後ろの人たちなのかな、はい、ドラムのチューニングキーなんですけれども、お心当たりのある方は舞月さんの方まで来て、私ですか、私がずっと持ってる、そして昨日今日とかなりあの落とし物忘れ物がありましてね、このステージの裏の、本部受付で保管をしておりますので、はい、何か落としたかなと思う方はね、ぜひね、はい、本部、ステージ裏の本部まで来てください、はい、そして、次のグループですか。それもあれですか、どうですか、前地さん、はい、先ほどビッグバンドで歌っていただいて、ね、初めてのマダラを、一瞬で終わってしまいましたけどね、でも本当喋ってる時とまたこう違う感じで、なるほどね、はい、プロジェクト DDT さんも、これがこれきっかけでお友達になれたので、本当に良かったです、ね、毎年ぜひね来てください。どうですか、この全体の雰囲気は。もうとてもとても素晴らしい、いいですね。私もなんかテントで早くゆっくり飲んで食べて寝転がりたいなと思ってます、はい、ね、お客さんになりたいね、ちょっとね、はいはい、そしてね、今日は登山をする方がかなりいらっしゃるのね、いろいろ陸しょったり、そうですね、そしてここがだいたい 1000m、はい、で頂上が1300何 m になるんですよね、はい、それでずっと奥の方、頂上ではちょっとこの音は聞けないんですけど、かなりほとんどのところまでこの音が届いているようですね。でとってもいい音だったという。あ、そうですか。へえ。私もスキーの時は ね、上の方から滑ってくるんですけど、一番上まで行きました。ここ一番好きなスキー場なんですよ。そうなんだ。マダロン高原スキー場に冬にね。はい。それで昔はここのニューポート夏フェスティバルのところもお客さんで、もう来てましたね。すごいミュージシャン。会社の先輩に連れられて、そうでしたか。ペンションも年間予約みたいのして、某ソニーに勤めたね。そう、某ソニーに勤めてた。そうですね。ソニーの辞めた人がペンションやってたんですけど、もう亡くなっちゃったらしくて、ちょっとさ、この間聞いたら終わってたというね。そうですか。そうですね。はい。はい、そして先ほどからお願いをしておりますが、あちらにね、感動の壺。マダロージャズは入場料無料、そしてこういうパンフレットもかなりしっかり、ね、作っておりまして、こういう運営費用増強のためにぜひね、はい、皆さんのカンパを毎年お願いをしてまして、はい、あそこを行ったり来たり素通りせずに通りかかったらぜひね、感動のすごいちょっとご協力を。昨日も言ったんですけども、お金、音のするお金じゃない静かなお金の方を入れていただけるとありがたいなと思いますけど、はい、でもジャラジャラと音する方でも大丈夫ですので、よろしくお願いします。